かくしてモンキー D ・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐薄涼のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクタークレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。逃がさねえぞ麦わら悪党が。諦めな、俺とルフィは止められねえよ。話は後だ。協力して片付けてもらう。ルフィ、なんですぐに海軍に見つかってんのよ。造園を連れて、お前らは奴らを足止めしておけ。
蹴散らすぞ。任せとけ。エース。よっ。レッド。はっ。レッド。バボボの引っ張る。よっ。レッド。はっ。よっ。レッド。はっ。よっ。レッド。はっ。レッド。よっ。レッド。はっ！レッド！はっ！ロケット！
相手になるぜ。その覚悟があんならな。助かったぜ。早くみんなと合流しねえと。